みさこスタイルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、みさこです。今回は2024年3月行ってきたジョージア編第2弾です。それではレッツゴー。おはようございます。チェックアウトの朝ですが、なんと水が出なくなりました。ということでね、どうしようと思ったら廊下でオーナーさんに会いまして、水出ないトラブルなのよと。なんでトイレ用の水いるって言われて、いるいるいるって言ったら、ボトルをくれました。これくれました。トイレ流すのにすごい実は水使うんだなって今一回流して思ったんですけど、一回でこんだけ減りました。やべえ。これからチェックアウトの準備をして、で次のホテルまでがちょっと遠いので、ボルトを使ってタクシーで移動しようかなと思ってるんですけど、チェックインまで時間があるので、どっかカフェ寄ってパンとコーヒーとかしようかなと思っています。むくんでる。連日飲んでるからむくんでる。さて、タクシーで移動してきてホテルに荷物を預けました。チェックアウトが12時、チェックインが14時ということで、ちょっとカフェにでも行ってきたいと思います。コーヒーショップに到着しました。コンセント、Wi-Fi 完備、とってもいい空間でした。アメリカーノとチョコクロワッサンをいただきました。パソコン開いて作業してたら時間があっという間。ホテルに戻ってチェックインします。はい、ということでホテルチェックインしました。めっちゃね、超ビジネスホテルっていう感じなんだけど、でも下にコワーキングスペースがついていたりとか、もうカフェが広かったりとか、ちょっと快適にこの数日間を過ごしたいと思います。ではルームツアー。はい、まず扉入りまして、めっちゃコンパクト。お、昨日までのホテルにはなかったテレビがあります。そして超コンパクトなシングルです。で、なんか水と、もう下は駐車場ですね。いいと思います。めっちゃでっかい鏡、ハンガー、そしてスリッパね。ここになんかいろいろかけれるみたい、いいですね。そして、お、枕、キン、ワンオン。あ、めっちゃコンパクトです。タオルがあって、シャワーがあると。はい、めっちゃめちゃコンパクト。仕事をちょっとしに来て滞在するみたいな感じですね。ということで、こうニアから4泊かなします。ここはやっぱりね、こちら辺高くって移動してきたところが、なんでちょっとお値段張っちゃったなっていう印象ではありますが、まずはね、今回のメインはお仕事ですから、そこまでは集中して、その後はいろいろまた楽しみたいなと思っております。でも、いや、これはいいぞ。私ビジネスホテル大好きなんですよ、集中できるから。中庭がありますね。で、ここのいいところ、なんとジムがありました。なんかタオルとか水も置かれているので、ちょっと使ってみたいです。ここ2階なんですけど、横にちょっとしたスペースがありますね。コーヒーとクッキーを下で購入して来てみました。寒いけどいいのでは。はい、今回はスーパーでいろいろ買ってきてお部屋飲みしたいと思います。ウクライナのビールにチーズサラミパンっていう感じでやっていきたいと思います。あ、うまい。好きかも。
あ、好きだわこれ。で、サンドイッチ作ります。こんな感じで即席サンドイッチ。あ、嬉しい、いただきます。うん、うまい。あ、うまい、最高じゃん。あ、最高だわこれ。翌日はジョージア料理を食べに来ました。ヒンカリファクトリー。店内がおしゃれで可愛かったです。今回お店に一緒にいたのはノマドニアの現地サポーターの方。ヒンカリにワクワクの私でございます。メニューが豊富でどれを食べようかマジで悩みました。というのもジョージアの食事はシェア文化が当たり前で一皿が大きいんですよ。でも全部食べたい。ご飯が大量だって言ってるのにちゃんとデザートの話をしている女子2人、今聞いてもさすがだなって思います。あ、結果ね、デザートは全然入りませんでした。見てくださいよ、注文したサラダ届きました。やっぱり大きい。でもね、お野菜もキノコも本当に美味しかったです。そしてヒンカリが来ました。中にお肉が入っているのがオーソドックスなんですが、今回は彼女の希望で中にはポテトが入っています。めっちゃ1個が大きいんですけど、ほとんどのお店が5個からの注文になってます。初めてのポテトヒンカリ、美味しすぎてマジ感動しました。しっかり味のついたマッシュポテトです。ヒンカリの上の部分は残します。まあ、食べてもいいらしいですけどね、残すのが基本なんですって。こちらも初めての揚げヒンカリ。この熱々いってみたいな。いきます。揚げ、揚げ、揚げ、これ噛むときにここからあったかい空気が出るんですよ。穴開いてる。そうそうそう、穴開いてる。あ、揚げてるからスープないのかな。そうなの。なんか出てる気がする。うん、肉がこれじゃ。おはようございます。朝7時です。本当だぜ。ご飯を食べに行こうかなと思ったらめっちゃ水浸しなんだが、水道管でも破裂したかしら。なんかね、あの辺りから水湧いてそう。